足に怪我を負った。足に怪我を負った。よろしいですか？では始めましょう。何を？あ、こういうな、え？謎と、友達になろうと話す時だけじゃないんだよ、この、この推理系の、なんか、モードは。私が花塚さんが発見されているのではないかという疑いをかけている理由はいくつかあります。先ほどみゆみさんが言っていた、いつも夏影さんとは違っていた、練習中だけのことで普段は変えなかったようです。うん、そうやな。乗っ取られている相手はハッカーがその人を操っていると思います。何が目的かは分かりませんが、乗っ取られている間の記憶がないと加藤さんが教えてくれましたよね。俺にもどうなってるのか分からない。これは夏影さんの練習中の記憶がないからの発言では？そうやな、意見を言うてこういうのがある。そうやな、何今の。少し前に夏影くんの足の怪我のことを聞いて言ってたよね。なんでもない、練習中にちょっとミスっただけだって。あ、なんか適当に似たような話題振ってみたけどさ、なんかこれちょっとミスっただけだってことはさ、練習中のこと覚えとるな、これ。そうやって練習中の聞くと覚えてる証明にならないかな。はなるほど、ちょっとこれまでの会話全部覚えとかんかったらさ、ちょっと矛盾に気づけんな、このゲーム。確かにそうですね。ってことは覚えとるってことやな。それではなぜ中塚さんは最近練習中に乱暴なプレーを、そしてその理由を固くなり隠そうとしてるのでしょうか。それは相手の方から乱暴なプレーして、あ、そっちがその気ならってちょっと仲間に申し訳ないながらも返しを感じるのかな。わかんねえってわかんねえって言い方、わからないところならわかるけど、わかんねなれなれしいな、わかんね優しいけんだろうな、俺はそう思うぞ。名付け君ってなんだかんだみゆみちゃんっていう女の子に優しくしとけんなら、はい、名付け君が優しいからじゃないかな。みゆみさんも普段は優しい人って言ってたし、うん、優しいからこそちょっとなんか相手がなんか おかしいんだろうなって思っとんだろう。多分あのスイミングスクールの誰かがハッキングの被害に遭っている可能性はあると思うよ。だからこそ彼も混乱してるんだと思う。誰にも教えないのはその混乱と焦り、あとは誰かを巻き込みたくないっていう感情じゃないかな。それは憶測にすぎません。それを証明するものはあるのでしょうか。あったっけな、自分勝手なだけではない証明。自分勝手なだけではない証明。あ、これ心の読み。そう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 。これじゃな。ハッキング、心を読んで、夏希、仲間の様子がおかしくて心配しとるってことは分かったもんな。あの時、心を読んだ時、夏希君は仲間の心配をしてたんだ。これは彼の優しさの証明にはならないかな。なるなる。これはなるわ。わかりました。まだ曖昧な部分を多々ありますが、ナイスさんの方を正しいかと思います。夏希さんを助けましょう。まだ完成もしないとすれば、あの場所にいるのは危険でしょう。うん、どうしました。いや、ミサイちゃんの威圧感がすごかったからすごくドキドキしちゃって、わっはナージ君もしかして女の子に迫られるのがちょっと興奮するタイプか、ド M なんだなミサイちゃん、今度からグイグイ言ってあげて。ドエム君のナナシ君に対して耳とかしゃぶったらいいよ。ああ、すみません。多分職業病です。職業病？ちょっと待って、職業病？じゃあ何の職業病だったんだ、ミサネちゃん。いえ、何でもないです。ナナシさんもやればできるじゃないですか。ありがとう。褒められるのは嬉しいよ。とにかく、ナズケ君のところに行こうか。職業病？職業病でグイグイ行くってなんなんだ、職業病って。 SM 嬢だったんか、みずれちゃん。 SM 嬢だったのグイグイ行く職業ってえ、普段から男の尻とかムチ叩きよんかな。
どうすんだったっけ、なづけくんのところ行くんだったっけ。お、入れた、なづけくん、お、あ、仲間たち、なんかこれだけ見たら仲間たちがさ、なんか悪いことしてそうな感じの雰囲気に見えるんやけど。危ない、早くこちらへ。なんでだよ、こいつらをほっといていいわけねえじゃん、いいわけねえだろ。とにかく早く、事情は後でお話しいたしますので。くそ、どうなってんだ、操られとったんかな今の、もしかして雰囲気そんな感じだったよな。とりあえず競技場への扉は閉めたが、で、説明してくれるんだったっけ、何なんだよあれは。ハッキングというものはご存知ですか。なんだそれ。まだ大体的には報道されていたりはしないのですね。あるいは人々の混乱を招かないで固めでしょうか。だからそれが何だって言うんだよ。落ち着いて。その足の毛が練習中に折ったそうですが、詳しく説明をしてはいただけないでしょうか。何か関係あんのかよ。あります。あ、これ教えてくれそうな感じやな。そうか、あいつらが元に戻るんなら何でも話してやるさ。最近練習や練習試合の時だ、ほとんどのやつがどっかおかしくなっちまってる。どっかおかしくなっちまってる。ほんまにおかしいタイプのやつじゃんこれ。コースから大きく外れようとしたり、人とぶつかりそうになったり、練習でもスピードは出る。あのスピードで変なぶつかり方をすれば、ちょっとの怪我じゃ済まないようなもんばっかだ。夏影さんの怪我は他のおなごがぶつかってきて。いや、ギリギリのライン狙って横を走ったなら、あいつらハッと意識を取り戻したように元に戻るんだよ。それはその時にちょっと外れてぶつかっちまったもんだ。意識を取り戻したようにって、あ、走りを途中にハッキングから解除された感じなんだ。最近乱暴なプレイが目立っていたのはそういうことだったのでしょうか。わかりやすく言えば、今意識を乗っ取られるという事案がいくつか発生しておりまして、今回もその疑いが大きいかと。乗っ取られてるって他人にか、何のために。そうです、なぜハッキングを行いこのようなことをしているのかわかりません。愉快犯なのでしょうか。面白がってこんなことしてんのかよ、クソみてえな野郎だな。愉快犯、ハッキングなんて今の時代そんな簡単なものじゃなくなったからね。何かしらの目的はありそうだけど。目的ね、将来有望なシャッチーのことをどうにか潰そうとしてるとかだったらわかるな。そんなとこかな。で、どうやったらあいつら元に戻せんの。名付け方さんの先ほど何かしらの刺激を与えれば元に戻るという発言から、お仲間は感染者と考えられます。ウイルスによってハッキングされ、そのウイルスに感染することで別のその人もハッキングされます。ただ直接された人よりもその症状は軽いようですので、誰かお仲間の中に強い刺激を与えても元に戻った風には見えなかった人はいらっしゃいますか。そんなわかるんかな。とは言ってもな、数も多かったし一人一人を気にしている余裕もなかったしな。そりゃそうだろう、レース中なんだから。感染を疑われる人数はそのくらいかは、どのくらいかは分かりますか。ここのスクールに通っているやつが百数人いて、その3分の2くらい体感でな。めっちゃおるやん、めっちゃ感染してるやんお前。アウトブレイクやないかお前。全員とは関わりがあるのですか。曜日交代制だけど、俺は毎日来てるからな。心理の中では大体覚えてる。お仲間のほとんどということはやはり全員と関わりがある方が感染源ということですよね。しかし夏影さんではない。他に全員との関わりがあるやつ思い当たる人は。講師とかも曜日の交代制だしな。いや信じたくないんだけどな、雪永、あいつもほぼ毎日ここに顔を出してるよ。雪永って、あの入り口のところで、ね、あぐらかいとるやつじゃん。あいつじゃないあれ、あのオレンジのパーカーを着た人ですかね。あ、でも確かに競技者って感じじゃないのにいつも入り口におる、なんか怪しいなあいつ。なんであんなとこにおるんだって考えたら確かに辻褄が合うんやけど。オレンジくんだよね、夏影くんのことをあだ名で呼んでた。雪永な、まあ昔から仲がいいやつでさ、
俺が怪我した時も一緒に走ってて、あいつとぶつかったんだけど、その時もすげえ心配してくれてさ、しすぎなぐらいに、あんまおかしくなってるようには思わなかったんだけどな。おかしくなってるようには思わなかったか。おかしくなってるようには見えなかった？みさえちゃん、すみません、頭がこんがらがってます。うん、そういう風に思えたからさ。もし雪永くんがハッキングの大元だとして、直接干渉をされたから完全に乗ってることが可能なんだよね。そうなりますね。干渉できるってことは、その人の記憶や情報とかも見れたりはしないのかな。ある程度の期間のものはビットフォンに自動で記憶されてるし、あ、てことは直接乗っ取った場合は、その人間のことも完全に分かった状態で乗っ取れるけん、おかしくない状態のことをうまく操れるみたいな、おかしくないように操れるみたいな、そんな感じなんかな。いえ、その記憶や情報を守っているのは管理プログラムではないでしょうか。ならば不可能でしょう。操っているのは脳波の電気信号でしょうか。ということは、近くでしばらく観察をしていて、その後に乗っ取って真似をしているってことだよね。なるほど。それならば情報も不完全な部分も多く、質問攻めにすればどこかで尻尾を出す可能性が大いにありますね。ちょっと待って、こう長い方がしたら、いろいろ質問をして相手の鎌をかけて情報を引き出すっていう、ほんまに人狼ゲーム的な話になってくるぞお前。そんな言葉巧みにできるタイプか、七志くん君。そうだから、会話をしてみて、こっちで知っている雪中君の情報と食い違えば偽物の、うまくいけばハッカーの方も見つけられるかもしれないよ。そんなことが可能なのでしょうか。こんなん映画とかアニメとかの話やな、もうここまで来たら。まあこれゲームだけど、話している時に俺も雪中君のビットフォンの解析を必要と思う。できる範囲だけど、そこから辿っていけば見つかるかも。先ほどの夏狩りさんに行った心読みは使えないのですか。ウイルスに対しての対策をしていないからさ。もし雪永くんがハッキングされてたら、俺も感染すると思う。迂闊には手を出せないから、話し合おうする方がいいかも。では雪永さんを見つけないとですね。雪永、え、みゆみさんもいる。シャーくん、なんでここに来てるんだよ。こんなって言ってたろ、うん、それな、なしくんも言ったし。あー、みゆみちゃん、君は有言実行できないタイプの女の子だね。だってずっとずっとそういうばっかです。シャークの方ももっと危険なことに頭突っ込んでますのに。関係ないだろって。なくはないです。シャーク頑張りすぎて昔みたいにボロボロになるのが嫌なだけなのです。昔みたいに、お前ごめん、言いすぎたって。ごめんな。やっぱ夏貝くん優しいんやな、本当は。すごい、スイートラブな波動を感じる。そして右側に犯人出てきた。犯人とか直接感傷源、え、感染源か。あれ、シャレのもの買っていた時にミッチが会いたいって言うから連れてきたんだけど、おやっち、お邪魔、お邪魔っちな感じ。あっちっちの、ヒュー。おー、いいね、雪永くん。めっちゃ煽ってるね。そういうキャラ好きだよ、俺。ナーシさん。ああ、雪永くん。おいたちとも、俺、君とも話がしたいんだけど、いいかな。ん、友達がなんとかってやつですか。別に、おいちはすぐにフレンド交換したっていいぜ。いや、やっぱりこういうのって、その間の過程が必要であって、その、お皿の階段を登らないと。いや、ナージ君。今更になって、何そんな、ちょっと。じっくり行こうとしようとしてんだ、お前は。お、いいな、お皿の階段。まあ、練習が始まるなら、いいぜ。割とあっさり OK をもらいましたね。今は操られていないのかな。その切り替えが可能なら面倒だけど。とにかく一度話をしてみて判断するしかなさそうだね。では一度話をまとめて確認しておきましょうか。よっしゃー、よろしいですか。それでは頑張ってください。よっしゃ、やるぞミサネちゃん。奈良寺くんの、そして刹那圭介の推理力を見て心をときめかせれるんじゃないぞお前。よっしゃ、行くぜ。何今この誰このおっさん、なんかこの二人に話しかけているような愉快なおっさんの声は何だ。
ラッパーだ、 DJ だなんか DJ がさ話を盛り上げようとして頑張ってラップを歌ってくれているわ。池永くんってどこの出身？宇宙ビッグバーン。あ、これ聞いても無駄なやつだわ、なるほど、生命誕生の神秘だね。乗るなお前、ナーシュ君も乗るなお前生命誕生神秘、それは知らねえけど、そうめっちゃでっけえんだぜ。突っ込むこれ、あ、突っ込むってそういうこといやいや抽象的すぎるわみたいな感じの突っ込みをするんかなと思ってた。そういう意味の突っ込みか。それはダメだ、まだまだまだ。じゃあ好きなものは、いきなり好きなものの話が始まるなんかそれはそれであれやけどな。はい、でっけえな。そうだろうな、好きな食べ物とかだったらわかるけどさ、さあ好きな女の人のタイプとか言われたらさ、ちょっとえー、ってなるからな俺としても。あ、チョコッとバーと家族と涼しいところ、あとは漫画とスポーツも好きだぜいろんな好きなもの出してくれた。じゃあナッシーの好きなものは。ナッシー、ナッシー君のことをナッシーって呼んでるんだね。シャッチーっていうあだ名がついとんだけど、そっちで統一すればいいのにって思うところがあるんだね。ナッシー、なんだかやぶい名前だね。あ、ナッシーってナッシー君のことか、ナツケ君のことかと思ったじゃないかなんだか危うい名前だね。俺はこの世の全てのものを愛しているよおりはやいぜやないか、それおりはやいぜやないか、お前どっちかだ人ラブみたいな感じでないの人ラブ行きすぎてもう全てのものになってしまったのよお前。お、いいじゃん、ビッグな愛かっけえな。ナッシーはアニメとか見たりすんな。うん、アニメからドラマ、歴史系の番組だって見るよ。NHK 的なやつか。だって他にやることがなかったからな。ネガティブ理由がネガティブ本当か？じゃあ、忍びレンジャーとか見てる？うん、日曜の朝にありえてたけどね。故郷をなんとかに忍んで参上。忍びレンジャー。お、ガキくせえからって他に見てるやつ少ねえんだよな。ああいうのはいくつになっても面白いのいいな。全然話題を振るどころじゃなかった。シュリケンキック星団とかビーム。楽しんでるところ悪いですが、まだ現時点では何もないようですね。話題を振って別の会話へと引きずり出しましょう。あ、こっちから引きずり出さなあかんのか、やっぱ。そうですね、相手の好きなもの、現在進行形でやっているものなどは反応しやすいでしょう。そうか。その後違和感のある部分に突っ込む。悟られないように慎重に、そして焦らずに行きましょう。スカイシーランはどうでしょう。彼も頑張っているようですし、食いつくはずです。てかこいつ選手だったんやなって思い出るところがあるもんな。最初の、あ、間違えた。あー、また間違えた。あー、また間違えた。ちょっとどこで決定機やめればいいのかわからなかったよっしゃ、また振ろう。スカイシーラン、ん、ウレッチなんか変なこと言った。おい、なんか変なこと言っちゃった。わ、スカイシーランって言ったやん。ちょっとスカイシーランって言ったやん、ミサヤちゃん。スカイシーランの話触れって言ったやん、お前なのにこんな空気悪くなって、スカイ、今のはミサヤちゃんが悪い。今のもミサヤちゃんが悪い。あ、ここでスカイシーランかな。スポーツといえば、雪永くんもスカイシーランやってるよね。楽しい？うん、俺は血は好きだぜ。風と水と同時一体になれる感じがたまんねんだ。そういえば雪永くんも全国に行ったりしてられるよね。やっぱりすごく練習してるのかな。楽しいから。というか俺っちの一部になってる感じ。気がついたらここに来て貸してるな。タイム縮んだらすげえ嬉しい。そっか、そうやって続けられるのが一番楽しいのかもね。俺も雪永くんとは少ししか話してないけど、今のところ違和感は感じないな。違和感があった部分をガツンと攻めていきましょう。解析もあるかと思いますが、頑張ってください。私もできるだけのことはしますから。よし、とりあえず一段階 OK が。もしかしてナッシーもやりたいのか。やりたいなら俺っちが教えてやるぜ。俺体育とかも苦手な方でさっていうか、あんまり運動しなさそうなタイプやもんなもう細い腕とか細い体を見たらさ、大体わかるよ。陸でやる競技の成績なんて関係ねえって。ちょっとぶっ飛んだり体の中がふわっとする感覚が大丈夫ならいけるって。
あ、そうなんじゃ。まあやるのがダメでも見てるだけ、見るだけ見てほしいかな。見ててもすげえ興奮すると思うからさ。ああ、よく中継もしてるから見てるよ。テレビ越しでも迫力がすごいからさ、実際見たらもっとすごいんだなって思うな。そうそう、実際に走ってても燃えるんだけどさ、見ててもすげえ燃えるんだよな。機会があれば見てみな。まだここは話聞いてみよう。夏影くんもやってるけど、どのくらいやってるのかな。おっと、夏影くんとの関係を聞き始めてきている。さらっと夏影くんの方にシフトをチェンジしてきてるな。うん、俺が先やっててさ、俺は小学生の頃からやってたんだけど、ナッチは2年前くらいにここに入ってきてやってるからな、ぐんぐん上手になっていて、ほんとすげえって思うぜ。あれな、え、シャッチってさ、なん、いつぐらいくらいやんよこれ。あー、ちょっと待って、シャッチっていつぐらいからやいよって言ったっけ。覚えがないけどさ、2年くらいからいきなりとは言わんかったような気がするよな。そうなのかお前。あ、どうなんだろう。いやー、ちょっとわからん。いやー、シャッチがいつからやいよるかっていうのはちょっとまだ聞いたことなかったような気がするけどさ、これはちょっとこのまま通しでいこうか。いいライバルってやつから、そして親友、ベースのダッチーだな。へえ、憧れる、そして痺れるね。いいな。そこに痺れる、憧れるみたいな従々的な感じが。え、違和感、え、 あったけどさ。え、名付け屋さんはとある呼び名で呼ばれていました。それは雪永さんも同じだったはずです。ああ、そうやな、シャッチーな。あだ名の話かよ。あー、え、よ、え、そこだった、もしかして。え、みんなシャッチーって呼んでるんだよ、なんでお前だけナッチーって呼んでるのっていうところだった、もしかして。え、そういう話だった。シャチから、シャチってあだ名なのに、だからシャッチーって呼べてるのに、なんでお前はナッチーって呼んで、シャッチーって呼んでないのかって話だ。え、そういうことだった。あ、そういうことだったんじゃ。今、雪永くん、今、夏希くんのこと、なんて呼んだ。え、ナッチーがどうかした。そこだったん。雪永くん、なぜくんのことはシャッチーって呼んでたよね。俺前に雪永くんと話してた時はそう呼んでたはずなんだけど。どう反応する。他のあだ名呼ぶことだってあるさ。そんなもんだろう。そんなもんかな。俺はそう思わないんだけどね。いや、雪永は俺のことシャッチーとしか呼ばねえよ。ここに来た時からずっとその呼び名だ。はぁ、なにこれ。俺ってよくわかんねえだけだ。もう少しだ。雪永くんしか知れない情報を引き出せば。雪永くんか。雪永くんしか知らない。足の怪我は知らんのかな。練習時間、練習時間、そんなのそいつらとも一緒だけだが分かってんだろ。違う、これじゃない、違った、ごめんなさい。雪永くんしか知らない。怪我しとんかな。本当の雪永くんなら足に怪我をしてるはずだよ。怪我、ああ、ああ、したよ、ほら。いやー、隣を走ってて吉田っちとぶつかってしまってさ。でも水気術だったから平気だぜ。吉田っちって誰だよお前。吉田っちってその時怪我を負った。いや、一緒にぶつかっただろうがお前。シャッチーとぶつかっただろうがお前。見つけた。違う、ぶつかったのは名付け君のはずだよ。吉田っち君じゃない。てか吉田っち君って誰だ。うわー、証拠でもあんのか。俺の足だよ、しっかり見ろ。これは雪永とぶつかって負った怪我だ。あー、そっか、俺っち右側のやつとぶつかっちまったんだ。いっけねえな、うっかりしちまってさ。右側ってなんだ。雪永くん急に倒れて。皆さん、そこから離れて、こちらへ。どうした、なになに、誰ー、あれ見たことあるぞ、このバンダナっていうか頭にかぶったやつ。
あーあー違ったわ、ごめんなさい。俺はてっきり前に夏木くんと絡んどった赤いやつを思ったんだけど、違った。でもなんだこのギャングっぽいやつ。バカなガキならちょっとヘマしてやってバレねえと思ったんだけどな。左右どちらもバカ面だったから間違えちまったよ。はは。もしかしてハッカー？俺の名だ。あ、読むんだ。そこも読むんだ。ごめんなさい、ちょっとかぶっちゃってごめんなさいね、のみやくん。まあキロにキロ程度には楽しみやってもらったよ。楽しくて遊びがあくびが出ちまう、出そうだったぜ。何言ってんだこいつ、声もバカでけえし。あなたの目的は一体何のですか？目的？まあ別にどうだっていいだろう。俺は面白いから協力してやってるだけだからな。あ、こいつが犯人の大物じゃないんじゃ、大元じゃないんじゃ。ビット以下のてめえらが米からどこまで楽しませてくれるのか、首をゆだくして待っているぜ。まずは挨拶に来たのさ。これは俺からのプレゼントだ。なんだこれは。何、バグのデータ？ギガファック。今度はせめてガキギガほど面白いもん見せてくれよな。次ヨタほどつまんねえもん見たら見せたらまとめて圧縮してデリートしてやんだからな。わあ、なんかパソコン用具がどんどん詰め込まれてて読みにくいんですけど、セリフ。これはハッキングのウイルスだ、危ない。待って、体が重くて重力系の魔法？このままじゃみんな乗っ取られてしまう。なんだこれ、さっき雪永くんを解析していた時ウイルスも解析できてたのか。これなら駆除もやってやるよ。おお、なに、ちょっといきなりそういうのやるのやめてください。ちょっと、え、上 Z C 右 X X、 ちょっとキーの場所位置が覚えてないけん、ちょっと押しにくいな。 C X Z、 はい Z、 オッケー、分解終わった。体が動きます。ウイルスの反応もう感じられないし成功したんだ。うわー、よかった。ミサナエちゃんが乗っ取られたら絶対いやらしい方向に犯人動くよ。な、ナナシさん使えてますです、大丈夫ですな。うん、大丈夫だよ。ちょっと久しぶりの外出にしてはハードルが高く感じたけどいろんな人と話して、そのくせ人の矛盾をさ弾丸論破したからな。雪中もさっき目を覚ましたけど大丈夫そうだった。記憶は残ってねえみたいだったけどさ、お前に助けられた、ありがとうな。やったー、ビッグ M フレンズ来たー、友達だー。こう一緒に事件を解決してこそ友達だ。うおめっちゃ友達できた時の感動がすごいわ。これで俺とお前は友達、これでいいんだろ。シャッチめっちゃ声かっこいいな、お前いくつだよお前お見た目的にさ中学1年生とかそれぐらいかなと思っとったらもっと上かなこれ。あ、それなら私もやったー。法政マイフレンドを思い出してないか、その言い方。ナナシさんマイフレンドあ、これナナシくん後日ビンタされるな。おうミサナちゃんやりましたね。少し大変だったっていうレベルではなかったですが。いやー、フレンドリストにお兄さん以外の人たちがいるなんて本当に久々で、もう感動してちょっと涙が。なんで泣くんだよ。お前仏様、わいながら泣いておられますし。本当に変なやつだな。おめでとうございます。でお会いにしたいのですが、先ほどのことミカドさんにお話した方がいいですよね。うん、そうだね。ノミアっていう名前名乗ってたよね。本名かどうかもわからないけど手がかりにはなるかもしれない。では一度自宅に戻りましょうか。ナナシさん体力も限界でフラフラしてるし。俺ももうちょっと踏ん張れる子だと思ってたんだけどな。じゃあ俺たちはこれで帰るね。怪我無理しないようにね。もともと
結構ハードな練習で限界ギリギリみたいだったから、少し休んだってバチは当たらないと思うよ。そうか、まあしばらくは安静するよ。また何かあれば呼べよ。練習以外なら付き合ってやる。おっと、いろんなこと呼べるようになったんかな。じゃあ犯人のことを、犯人と戦うときは一緒に戦ってくれとか言うてもいけるかな。安静とは練習をしないことですよ、シャー君。約束ならちゃんと誓いなさいって言いながら、お前は2回も約束破ったよな。そう単語教えてねえのに誰から習ったんだよ。しねえよ。ちゃんと目を言って言ってくださいまし。そういえば野崎くんのあだ名はなんでシャチなのかな。他の人が呼ぶ前からも雪中くんとは呼んでたらしいし。それはですね、シャーくんがここに入った時、ユッキーからイルカを描いて言えた時、シャチを描いたからなのですよ。それか、そんだけシャチが好きなのか、お前。おい。わあ、すげえ気になる。ふふ、じゃーん、これでます、これで済ます。あ、ごめん、俺もイルカとシャチの違いがわからん。なんで家族で保存してんだよ。技術最先端、高画質、利用しなきゃ損ですのよ。後でミルクティーをあげるので許してくださいまし。これはどう見てもシャチですね。そうなの？俺イルカとシャチの違いがちょっとわからないけど、これ見てイルカって言われたらさ、ほうやな、イルカやなって思ってしまうんやけど、まあ似てるから仕方ないよね。俺も小さい頃イルカが進化したらシャチになると思ってたし。一緒にすんなっつうの。クソ、とっとと帰れ。わあ、怖い。行こう、ミサネちゃん。え、そうですね。やった、事件解決した。あ、フレンド3になってる。あと何気にミサネちゃんはフレンド友達になってくれてなかったみたいな感じになってる。